はい、今回は高岡おとぎの森公園にある「ドラえもん広場」ですね。ここに行きます。この小さい点みたいなのがそれぞれのキャラですね。で、この上にドラえもんの日時計っていうのがあって、ここにも行っています。おとぎの森公園にやってきました。ここにはドラえもん広場っていう場所があるみたいで、そこに行ってみます。なんか今日車が多いけど、何かあるの？あの奥かな、この奥とというかバラ園、バラ園右か。ここです、ここです。ジャイアンスネオ、あ、ちゃんと土管まであるね。けど中に入らないっていうね。この奥にね、ドラえもんの日時計があるみたいです。そこに行ってみましょう。あの滑り台の奥ですね。ちびっこ広場。店設置してるね。ドラえもんの日時計は
れかな。書いてるね、ドラえもんの日時計。合ってる合ってる。まあここはいいでしょう。しかし天気もいいし、花も咲いてていいですね。あの花のエリアに行ってみましょう。じゃ最後に花をめでましょう。これで終わりか。はい、ということでドラえもんのドラえもん広場とドラえもんの日時計でした。